お金がたくさん必要なんだと認めたらお金がやってきました。すごくネガティブで、ネガティブな妄想なら何でも事細かにできる私。だけどポジティブな妄想となると全然できない。先月、自分の望みを可視化するビジョンボードというものを知り、偶然その1週間後に友人に誘われたイベントで、初めてビジョンボードを作りました。この出来事も引き寄せだと思ってます。昨日、買ってきた雑誌とかシールを使って自宅でボードをさらにパワーアップさせ、やっと完成させました。アファもやってるけど、私には視覚に訴えるビジョンボードが合ってるみたい。イメージングしやすくなりました。ネガティブな人は危機管理能力がしっかりして、見通しが立てられる人だと思う。だから実行できる根拠や道筋を考えて、自信がなくなってダメだと思った時に逆説的に視野を広げる根拠や、もしこうなったら、こうすると前もって考えておけば、問題なく実現できそうだね。ネガティブに取りつかれる時は、自分が傷つかないように頭が考えてくれてる時だから。否定しないで、紙や口に出して考えるといいと思う。納得したらすぐ実現できるよ。ネガティブと思うことも長所だと思います。自分はずっと引き寄せが下手くそだって思ってた。でもつい最近大きなものを引き寄せることができた。無理かもなって思ってたんだけど決めただけで、あれよあれよと状況が動き出してくれて手に入った。感謝の気持ちでいっぱい。次はイケメンで優しくて背の高い彼氏を引き寄せる予定です。決めれば叶うんだね。そして引き寄せが下手くそな人でも希望を持ってほしい。決めて執着しすぎなければ叶う。決めれば叶う、認識を変えれば叶うって今まで聞いても、そうですねって思うだけで実感なかったのですが、ついにやりました。私の人生にはお金がたくさん必要なんです。私は贅沢な人間なんです。それが私なんです。って認めたらお金がやってきました。笑。実家は地方の中小企業を経営していて、超裕福ではないけど幼い頃からお金には困ったことはなく、楽しい思いもたくさんさせてもらえて、それが当たり前の人生でした。でも学生で一人暮らしをしたり、社会人になって自分でお金を稼ぐ難しさを知ったり、激務で体調を崩してからお金に困るようになりました。親は支援をしてくれたけど、すごく申し訳なくて、自分はダメ人間だ、贅沢はいけない、お金を全然稼げないのに。お金がかかるなんて最低人間、私なんかがと約10年、自己否定し続けていました。お店で食べたいと思うものは大体値段が高いし、素敵と思って選ぶのは決まって値段が高い。安いスキンケア用品はお肌に合わず荒れる。そんな自分はダメなんだと思っていました。でも自分が食べたいものを食べたいし欲しいものを買いたい。自分への投資もしっかりしたい。我慢は嫌だ。私は元からお金がかかる人間なんだ。でもそれでいいんだ。贅沢するのはいいことだしありがたいことなんだ。私が幸せに生きるためにお金がたくさん必要なんだ。と認めることにしました。そうしたらすごくすっきりしたと同時に、なんとなくで買った宝くじで高額が当たったり、お給料がアップしました。自分の思いはダメじゃないし、まず素直になるって大事だなと感じました。素敵ですね。宝くじが外れてがっかりしてたところだったけど、高額当選している人がいるってのを見たってことは、次は私の番ってことだな。苦しい生活から贅沢はダメと悪のようにすり込み、でも現実はお金がかかることばかりで、それがダメだと自己否定する癖がついていましたが、本来贅沢できることやお金をかけられることって幸せなことですよね。願いにいいも悪いもなく、これはダメなのかも、これくらいなら、
と決めつけて、自分をないがしろにする判断を下しているのは自分自身なんですよね。宝くじ、私もまた買います。あれからラッキーやタイミングのいいことばかりでありがたいです。そうだよね。私はぐうたらで働きたくないけど、お金が欲しいんです。ぐうたらで働きたくないけど、みんなから褒められてちやほやされたいんです。と、認めるところからだよね。それはいけない、ダメだと思っていたら本心では拒否してるから、いくら表面でお金欲しいと言ってもかなわないよね。私は認めることは成功したんだけど、その後、実際にそうなったら、めちゃくちゃそわそわしてしまって自分が小物なのを思い知った。いつもケチケチしたり、悩んで買った挙句これ今買ってよかったのか、と後悔したりしてたけど、今日買い物しながら、必要なものは必要なんだよ。これで生活が潤えばそれで OK って思ったんだ。お金に関する話題をここで見るようになってから、気持ちの持ちようが少しずつ変わってきた気がするよ。引き寄せで理想の恋人ができたり、お金に困らなくなったり、欲しいものが手に入ったり、そういうのは信じられるし普通にあると思うんです。ですが、私の望みはスケールが大きすぎて信じるのが難しいです。自分の経歴や生まれた家庭を今とは違うものにしたいのですが、可能でしょうか？自分の意思で簡単だと思えばそうなるのかな？俺も欲しいものは過去にある。青春やキャンパスライフやら楽しみたかったなとか、違う人の人生ばかり夢見てる。5チャンネルのタイムリープスレとかご覧になられたことありますか？何かヒントがあるかも。私は過去に戻りたいというより、今の時間軸で過去だけ変えたいなって思ってる。わかりやすく言うと二人兄弟だけど、元から一人っ子の世界に行きたいという感じです。横ですが、本当に信じれば過去も変わると思う。私の体験談を書きますと、ある日、唇にイボができて、日に日に大きくなり目立つのでやだなぁ、できる前に戻る、って思ったら、朝起きたら跡形もなく消えてて、毎日見てた家族に、イボ消えた、って言ったら、イボなんてあったっけ？って言われて、びっくりしたことがありました。これまでそう言った、過去が変わってしまったという話をいくつか聞いたことがある。もし記憶も変わってしまうなら、事実が変わっていても願った本人以外にはわからないことだし、本人もそのことを忘れてしまうってこともあるかもね。どっちみち夢があるなーって思う。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。